はい、えー。日本語教育世界の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは第6週の JF スタンダードの5本目のビデオになります。この5本目のビデオでは、えー、丸ごとと彩りという、えー、JF スタンダードの日本語の教科書をご紹介します。はい。えー、これが表紙になりますね。えー、両方とも A1 の,のレベルはこのピンク色の表紙になっています。はい。えー、で、うん あの、丸ごとと彩りは何が違うかっていうとですね、丸ごとは海外に住んでいる人のためのものです。えー、で、彩りの方は海外から日本に来る人のためのものですね。はい。で、値段も違います。<laughs> 丸ごとの方は、えー、お金がかかりますね。で、インドではこのゴヤルという会社 <laughs> 会社で、えーうん、あの会社から買うことができます。 こちらの彩りの方はお金がかかりません。無料です。えー、ですけど、紙もないので、ダウンロード、あの、PDF をダウンロードしたり、この MP3 のファイルをダウンロードする必要がありますね。もちろん、紙が欲しい人は自分で PDF をプリントすることもできます。で、えー、両方ともこの行動中心アプローチの教科書ですね。はい。ですから、みんなの日本語は文系シラバス、オーディオリンガルですけど、えー、この、あの、 えー、丸ごととか彩りは行動中心アプローチの教科書になります。じゃあ、丸ごと、えー。この教科書についてもう少し詳しく紹介したいと思います。えー、丸ごとは、えー、全部で今9冊あります。今っていうかもうこれで終わりです。えっ、ー、と、A1、A2、えー、それから B1 までありますね。で、B2 はもう作らないということになっていますので、これで全部です。えー、で、初級の方は、活動編と理解編という 2,、えー、2種類があります。 中級はその2種類はありません。<laughs> で、えー、あのですね、行動中心アプローチらしいのはこちらの活動の方ですね。でも、あの、えー、行動中心アプローチに慣れていない人は、例えばみんなの日本語しか使ったことがない人は、この理解の方は、えー、まあ少しみんなの日本語に少し似ているので、えー、まずはこちらから使ってみるのもいいかもしれません。そしてその後でこの活動に入るといいかもしれませんね。 はい。じゃあ、丸ごとにも副教材がたくさんあります。リソースですね。はい。え <laughs> これは丸ごとプラスという、えー、ウェブサイトです。で、ここには、あの、そのトピックごとに、えー、分かれているこのコンテンツが、えー、ありますね。で、えー、この、あのさ、最初のですね、ここ、日本語っていうところを開いてみると、こんな風になっていて、自分の、あの、あ、自分の、すいません。えー、ビデオを見ることができます。はい。 えーうん、でここでは3本のビデオがあの見ることができるわけですね。で、丸ごとの方にはこの音声ですね。えー、デジタルオーディオファイルズも、えー、たくさんあります。で、あの、教科書はお金がかかりますけど、うん、この音声は、えー、お金がかかりません。音声だけなら無料でダウンロードすることができます。はい。じゃあ、彩りの方もご紹介しますね。 彩りもこんな風にさ、今3冊があります。てか、これはあのもう、これもこの3冊で終わりです。中級はありません。はい。で、これもちょっと中身を見てみますと、こういう風にですね、トピックごとに分かれて、それぞれダウンロードすることができるんですね。PDF の方は教科書。MP3 は声ですね。デジタルオーディオファイルはここからダウンロードすることができます。ダウンロードする時間がない人はここから直接、 この音声ファイルを開いて聞くことができます。はい。で、この彩りの方もですね、文系のリストとか、それから漢字のリストもダウンロードすることができますから、これで試験の準備とかをすることもできると思いますね。はい。それでは私からは以上です。Google Meet でお会いしましょう。フィルム連携。